バックス。バックスは、1970年代中頃、デジタルエクイップメントコーポレーションが開発し、販売した32ビットのミニコンピュータのシリーズ、及び同シリーズの命令セットアーキテクチャを指すことも、ある。前述のように32ビットアーキテクチャだが、同時に16ビット時代の最も人気のあったモデルで、ある、PDP-11 の後継内次第を意識した。 互換命令などを持っている点では、PDP-11 の拡張という面もある。アーキテチャでもある。直行性の高い命令セット、機械ごと、ページング方式の仮想記憶が特徴である。バックスには、旧挿入、削除命令や多項式計算命令などといった複雑な処理をする命令があり、豊富なアドレッシングモードとの組み合わせといった特徴が、 あとの6 4ビット化では、ディスクマイクロプロセッサのアルファがデザインされた。OS の VMS は、オパンゲームズという名称となっている。v a x は本来バーチャルアドレスエクステンションの当時語である。その名が示す通り、v a x は1 6ビットの PDP-11 の3 2ビットへの拡張であり、その巨大なアドレス空間の管理に仮想記憶を使用した。 昨日商用コンピュータでもあった。初期の BAX プロセッサには互換モードが実装されていて PDP-11 の命令のほとんどをエミュレートできた。BAX-11 という故障は PDP-11 ファミリーの継承者であることを強調したものである。後のバージョンでは互換モードが縮小され PDP-11 の命令は徐々に エミュレーションソフトウェアで実行されるようになっていった。バックスという名称は1970年代にミックアトキンソンが発明した掃除機のブランド名でもある。DEG との間で商標仕様に関する法的なやりとりがあった。解決策として非競争協定が結ばれた。つまり DEG は将来にわたって家電製品に進出せず、 バックスコーポレーションはコンピュータに進出しないという約束である。英語圏のユーザーの間では、バックスコンピュータシステムの複数型として、バクソンという言葉が使用された。最初のバックスはバックス -11-780 であり、1977年10月25日に DEC の株主会議で公開された。この機種のアーキテクトは、 カーネギーメロン大学でゴードンベルが指導したビル・ストレイカーである。その後様々な価格及び性能、容量の派生機種が開発された。バックスは1980年代初期には非常に一般的になった。バックス -11、780は時に MIPS の基準として扱われる。コンピュータの性能を示す MIPS という単位は本来単に実行される。 命令の個数を示すだけで、具体的にどのような仕事をこなせるのかを反映しない。そこで、バックスマイナス11、780で何らかのベンチマークプログラムを動かし、それが示す性能を 1MIPS として、性能の基準とするということがしばしば行われたのである。1バックス MIPS はバックスマイナス11、780の性能を意味し、 あるコンピュータが27バックスミッ p スの性能という場合、バックスマイナス11、780の約27倍の性能であることを意味する。この目的で実際によく使われたベンチマークプログラムは当時ポピュラーだったものの一つで、あるドライストーンで、今日でも時折使われている単位ダミップスは、あるマシンのドライストーンの成績の値をバックスマイナス11、 780のドライストームの成績の値1757で割った値である。他に、バックスマイナス11、780を性能比較の基準として今も使っている例として、ベンチマークがある。これは、ブラジルであるカナダドルというソリッドモデリングソフトウェアに含まれる性能解析スイートである。DEC 周辺では、ベップという用語が使われた。 関連用語として、クラスターベップが VAX ク,クラスターの全体性能を示すのに使われた。VAX-11、780には LSI-11 が内蔵されており、マイクロコードのロード、ブート、診断などに使われていた。その後の機種では内蔵していない。そのため780のユーザーは VMS 以外に LSI-11 上で、 RSX-11M や RT-11 といった OS を動作させることもできた。その後バックスは様々な実装がなされた。最初のバックスは TTL で実装されており、45フィートの筐体が1個の CPU の実装に使われた。イクルケートアレイ、チップを複数個使用した実装の CPU はバックス8 6 0 0ックス8 8 0 0 バックス9000シリーズで使用された。複数個のモスフェットカスタムチップで実装された。CPU はバックス8100、バックス8200シリーズで使用された。バックス11、730よび725といった、エンド機はビットスライス方式で実装している。マイケロバックス I はバックスファミリーの転換機のマシンである。その設計時、 バックスアーキテクチャ全体を1個のベルシーチップで実装することはまだ不可能だった。あとにバックス8200、8300で実施されたような数個、ベルシーチップによる実装も無理だった。その代わりにマイケロバックス I ではバックスの命令セットの複雑な部分のほとんどをエミュレーションソフトウェアに移行させ、基本的な命令だけをハードウェアで実装したのである。 これによって大量に必要とされたマイクロコードを削減することが可能となった。これをマイケロバックスアーキテクチャと称した。マイケロバックス I ではルート、レジスタが1個のゲートアレイチップで実装され、それ以外の制御部は従来の論理回路を使用した。その後のマイケロバックスーの八千三十二 c p u と78132フープーがマイケロバックスアーキテクチャを 完全、ベルシー、マイクロプロセッサで実装したものである。78,032はメモリ管理ユニットを内蔵した初のマイクロプロセッサである。マイケルバックス2の中核部は1枚の基板で実装されており、そこにプロセッサと1メガバイトのメモリとドマ機構を備えた Q22 バスのインターフェースが搭載されている。マイケルバックスシリーズのその後の機種ではさらに改良や、 メモリの追加が行われていった。その後、KX、SOCK、システムオンエーチップ、ワンチップ版、KX、ライジェル、マ a r バックスとチップは進化していった。バックスマイクロプロセッサは、当初低価格なワークステーション向けに進むし、その後ハイエンドの機種にも使用されていった。メインフレームからワークステーションまでをカバーする一つのアーキテクチャは、当時の業界では、 バックスだけであった。ク x マイクロプロセッサの第には、最良のものを盗むには十分気をつけてという意味の、言葉がいい加減なロシア語でエッチングされていた。これは、当時のソビート連邦の技術者に向けたメッセージであり、ソ連では DEC のコンピュータをリバースエンジニアリングして、クローンを開発していたためである。バックスアーキテクチャは、リスク技術にとって変わられた。 1989年 DEG は MIPS アーキテクチャのプロセッサを使用しウルトリックスの動作するディクステーションをリリースした。1992年 DEG は自身のリスクプロセッサアルファを導入した。この高性能64ビットリスクアーキテクチャ上ではオパンベームズが動作した。2000年8月コンパックは2000年末までにバック x シリーズの生産を 完全に終了すると発表した。2005年までにバックスの生産は終了したが、古いシステムは今でも世界中で使われている。バックスの本来のオペレーティングシステムは DEC のバックス、VMS、後にアルファに移植され p ック x 準拠となった際にオパンベムズへ改名である。バックスアーキテクチャと VMS オペレーティングシステムは互いを最大限に活かすため、 同時並行的に開発された。これは機能の最初の実装の際も同様である。他のバックス用オペレーティングシステムとしては、BSD4.3 まで、ウルトリックス -32、トスのザルーなどがある。最近では、ネトブスドとオパンブスドが様々なバックス機種をサポートし、リナックスのバックスアーキテクチャへの移植も行われている。バックスの 命令セットは強力で直行性が高い。当時多くのプログラムがアセンブリ言語で書かれていたので、プログラマが親しみやすい命令セットという観点は重要だった。その後、高水準言語でプログラミングすることが多くなり、命令セットを気にするのはコンパイラー開発者ぐらいになった。バックスの命令セットで特徴的な点として、 サブプログラムの最初にレジスタマスクを置く点が挙げられる。これは、そのサブプログラムに制御が渡されたとき、どのレジスタの内容を保持するかを示すビットパターンである。レジスタマスクは実行コード内にデータを埋め込んでいる形式なので、機械語コードを逐次的に解析するのが難しくなる。例えば、機械語コードに何らかの最適化を施すのが複雑化する。バックスは、 リテラル、即値、レジスタ、ポストインクリメント、プレデクリメント、レジスタ関節、ポストインクリメント付きレジスタ関節、プレデクリメント付きレジスタ関節、ディスプレイスメント付きレジスタ関節、ディスプレイスメント付き二重関節、インデックス付きといった多数のアドレッシングモードを持ち、それらを組み合わせて使用できる。プログラムカウンタは R15 として、 汎用レジスタの一つとされているので、PC に対して各種アドレッシングモードを使用することもできる。そのため、PC 相対アドレッシングが可能であり、位置独立コードが容易に書ける。また、ッ a x には実行アドレスをロードする命令群もあり、それ自体はメモリアクセスしないが、後で使用するアドレスを計算するのに使われる。ッ a x の仮想記憶空間は4つのセクションに、 分割されており、それぞれ 1GB のサイズである。VMS では P0 をユーザープロセスの空間、P1 はプロセスのスタック、S0 は OS で使用し、S1 は予約されていた。バックスにはハードウェアで実装された4つの特権モードが存在する。プロセッサステータスロングワードの回16ビットがユーザープロセスから利用できるプロセッサステータスワードである。 ほぼ時系列に列挙している。DEC 内部で開発中に使用したコードネームをイタリック体で示す。BAX システムはベルシープロセッサを使っているか使っていないかで大まかに分けられる。マイケロ b ク x i はその過渡期の設定である。BAX サーバーは BAX の様々な機種、マイケロ BAX、BAX4000、BAX6000。 バックス9000をネットワークサーバー専用に設定、構成したものである。公認のものも非公認のものも含めて様々なバックスのクローンが生産された。以下に例を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。